絶対来ると思ったちょっと美味しそう。はい、どうもさん、こちらの俺ですけどね、今日もドラクエ浄化2プロフェッショナルやっていくんですけども、まあ前回ね、新しいエリア海岸に行けるようになったっていうことで、海岸どこなんだろう。あ、そのなんか浮島みたいになってるようなところなんだね。どんな感じ？すごい綺麗な感じじゃん。ちょっと行ってみようぜ。うわー、なんか懐かしい BGM してるまあここでね、また新しくモンスターいろいろ入手して配合したいんだけど、プチアーノ、まあやっぱいるね表てかフラワーゾンビとかいないかな、この辺。フラワーゾン、おっと、シャルロットか今のぽいな。普通にモン、なぜかシャルロットがいる。連れて帰った方が良さそうだ。お前またどっか行ってんの、何してんの。うわ、え急に。これかな、セブンスが見たって言ってた。え、待って、はえ、いきなりすぎない？ちょっと待って、何これ。あ、バイヒルト、ナイスこういうボス戦で毎回かけてくれる。ゲソアーノ絶対オセアーノンだろう。え、何してんのこいつ。もう攻撃でいいのかな。スクルトだけは一応かけておこうかな、念のために。でカブト割りして戦ってみる。大丈夫かこれ、強いかな。さすがにゲモンの方が強いとは思うけど、守備力は下がらない。2回行動でさらに108ダメージ。相手は眠り攻撃、そんなに食らわないけど寝てしまったマジかよ、眠らされんのこいつ。ちょっとめんどくさいな。まあまあまあ、カブト割りしていこうか。タコだけど、あ、全然大したことねえなまあ本体ではないっていうことなんだろうな。おシャロット帰るぞ。何暴れてんのお前マジでまたあのババアが来んじゃんここにもう世話の焼ける乗客ばっかりなんだけど、何こいつ。なんか人空にこんなキャラクターいたいな。ちょっと捕まえてみよう。おっと、まさかの 100% こいつ何ランク。なんかでも配合先に見たことあるような気がするんだけど、 D ランクか。まあまあまあ、レベル高いからすぐ配合できるのは嬉しい。ただこれ海の中とかにもモンスターいるけど入れないよね。なんか海の上とか泳げるとか、なんかそういう機能があったりするのかな。なんかシーラみたいなやつも出てきたからスカウトしようかと思ったら意外とパーセント低い。こいつ B ランクぐらいある。あ、C ランクか。なるほどね。44.9%。こいつフェアリードラゴンだったらしい。オッケー、スカウト成功。あいつランクって E ランクか。あ、でもステータスはめちゃくちゃ高いから、まあ、配合素材としては優秀っちゃ優秀なのかもね。プリンセスっていうスキルもなんか強かった記憶あるし。まあ、とりあえず手当たり次第に初めて見るモンスター捕まえたから、この洞窟入ってってみようか。シャルロットはこの先に行ったのかと思ったらいるわ。何してん、あ、待て、何、うん。オセアーノンの足がいっぱいある。え、これまた倒していくっていう感じになるのかな。シーメイダーもいるけど、シーメイダーは別にそんなにランク高くはねえよな。だかもしれないけど、F ランク。このキツネも 64% まで行くんだね。いきなりスカウトでも、OK、成功した。名前はシードック。あ、こいつ、見たことあるな。もうちょっと B ランクないしは A ランクの敵が見たいところなんだけど、これ下行ったらあの職種に喧嘩売られるのかな。まあ、でも戦わなくてもいいっていうパターンのような気もするんだけど、プチアーノも一応捕まえとく？隣のベホマスライムの方が気になったけども。まずは、プチアーノ。まあ、もしかしたらランク変わってる可能性もあるけど、D ランクか。で、このタコ足は触れたら何か起こる？何も起こらない。ただの障害物だけど、あっちはさすがに動いてるから何かされそうな予感がするね。まあ、え、でもこっちが正規ルートだからあの前通らざるを得ないのか。てかもうそれ以外行ける場所もねえな。もうじゃああそこ行くしかない。これ普通に通らせてもらえる？戦いになるのかな？あー、戦いになるっぽい。まあでも、これ大したことなかったし行けるだろ。なんなら3回行動してくれても、俺は構わない。オッケー。行動させずに、勝っちゃった。あれ待って。こいつなんだったっけ？オクトセントリーか。こいつ B ランクか A ランクぐらいあったような気がするんだけど、ちょっと捕まえたい。90% ぐらいかな？ 95%。さすがに。これで仲間にならないことはないよね。オッケー。ランクは？あ、でも C ランクなんだ。まあ、言っても結構セーダーさ高いけど、なんだお前下がったのか、ランク。ついでに捕まえ忘れてたベホマスライムも言っておこう。50% いったら OK。こいつこそ B ランクだったような気がするんだけど、どうだろう。お前も C ランクか。俺の記憶違いかな、さっきから。で、まあ、一旦洞窟はこれぐらいなのかな。今度は？あ、またシャルロットいるけども。どこ行くの？また、
クラゲの足、クラゲというかオセアノの足のところまで誘われてるんだけど、ここら辺のモンスターも見たことあるやつばっかりっぽい感じだね。またあのあれだな、足を倒せっていうことだろうな。絶対余裕で勝てるでしょ。ここでなんなら終わりよ毎回 AI3 回行動してくれるのもすごく嬉しい。でも絶対本体に恨み買ってるよな俺最後に本体出てきてまた戦いになるんだろうけどそんなこと言われてもね、あんな足が喧嘩振ってくるのが悪いよねまあついでにメタルチケットももらいつつ先に進めていこうか。待って、なんか変なのいる。何あれサメ、ワニ、わかんねえ。あー C ランクだね。やっぱりでもステータス高っ。HP めちゃくちゃ高いし攻撃力も相当あるね。あ、しかもスキルメタルハンターを覚えていると。はい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 。あ、しかも連続なんだ。メタル狩りにはちょうど良さそうかもね。でこっからはまた洞窟になってくんのか。ちょっと見たことないモンスターを見せてくれ。なんか良さげなやついねえかな。またまた足がいるけども、足はもう余裕なんだよ。そうじゃなくて、あ、回復スポットあるのか。まあ一応回復しておこうかな。まあ別にそんなに削れてもないけども、まあ MP 回復はしておきたい。で、まあ下の足をまたぶつ切りにして、そっから奥進んでっていう形なのかな。あ、シャロットいるじゃん。全然気づかなかった。ちっちゃすぎて。お前、あ、襲われてんの？お前別にこれぐらい勝てないの？なんなんお前マジで。切れてくんな。帰んぞマジで。お？なんだよ、結局戦いになるんかい。あ、ワカメ王子いるのか。なんか、え3人編成してるんだけどすでに。まあ、こいつ一旦捕まえて配合素材にしよう。ランクは C ランクか。あれ前も C ランクだったっけ。あ、しかもあれだ、二なりだ。 OK。 おっと待てよ、あれメタスラだよな絶対に。ちょっとこういうところでしっかりと勝っておきたい。まあ正直ね、ウパソルジャーはメタスラに対して火力になれないんですけども、まあ AI3 回行動からの2回攻撃が当たれば倒せるはず。カブト割りも決めて OKOK3 ダメージ。守備力下げる意味あんまない気がするけど、バファロン当ててくれ。あ、意味あるんだ。え、カブト割りって意味あるんだ、メタル系に。初めて知った。なるほど、じゃあ一応命令して兜割りした方がいいんだ全然知らなかったわ。これで経験値は1000以上はもらえるよね気持ち上がんないの上がってくれよ。待って、なんか変なのいるんだけど。何あれ、バクガメスみたいなこっちにもいる。ちょっと捕まえよう。防御高そうだけど何パーセント入る。あ、めっちゃ入るわ。 34% もいく。だとするとこいつそんなランク高くないのか。え、めっちゃ高そうに見えたけど 88% までいってるわこんなにいくと思わなかったんだけど。スカウト成功。あ、でも C ランクあるわ。え、なんでこんなに入ったんだ、守備力こんな高いのに。よくわかんねえな。会心とかも出てないはずだけど。まあギャンブルカウンター、なんだそれこいつしかも連続なんだ。あれかな、甲羅でスピンして攻撃するみたいな感じなのかな。てなわけでまたまた洞窟の外に来たけど、ここ何、え、何あいつら。ネズミみたいなのもいるし、なんかガみたいなのもいるし、これなんだ、沼地か。ちょ、まあ片っ端から捕まえてっか。なんかネズミかと思ったらスカルサーペントっていうヘビらしいわどこがヘビなんだよって感じだけど。 D ランクか。今パーセントあんま上がらなかったからそんなに高くないかと思ったけど、ステータスはめちゃくちゃ高いね。アッパー覚えてるんだ。てか今日男の子めちゃくちゃ多くね。おっと、デスパレーナはめちゃくちゃパーセント上がらないね。こいつ B ランクだったはずだから、まあ上がんなくても無理ない感じはするけど、ここまでか。ちょっと待って、やめて、本当にびっくりした、怖すぎるなんでそういうことすんのこいつら。ちょ、待て、マジなんなのこいつら逃げます。 OK、 ありがとう。今の会心はたまたまなのか、それとも会心出やすいなのか。まあどっちにしろデスファレーナはあんま相手にしない方が良さそうだな。でここからは何、あいつなんかちょうちゃんこみたいなやつもいるけど、またさらに沼地が続くんだな。こいつはエビルアングラーっていうらしいけど、ランクは多分まあ C とか D ぐらいだったりするんじゃないかな。やっぱ D ランクだね。まあパーセントの入り方的にそんなに強くはなさそうだった。でこの沼地越えたらまた洞窟になってくるのか。しかも結構広そう。あ、イザナイルーラがある。イザナイルーラのところまではとりあえず来たかったんだよね。スライムツムリとかもいるのか。でまたゲソがいるらしいけどまあ一旦ゲソ倒してあれかな、
船に戻ろうかな。まあこいつもランクは高くなさそうだな。てかスライムつむりじゃなくてスライムカルゴだった。いいランクかまあ守備力こそ高いけど MP 回復持ってたりするんだ。それは強いね。でまあ相変わらずゲソをぶっ倒したいけどエビラいるじゃん。ちょっと待って、エビラの方が気になるんだけど。お前もうどうでもいいわ。毎回こいつに攻撃させずに勝ってるんだけどこいつの攻撃を食らったことがない。エビラはどこ行った？え、何？地下で何かが動く音がした。絶対にオセアーノンじゃん。いやそれよりもエビラを捕まえたいんだけど、ここになんかシャーマンだっけこいつ。いろんなモンスターいるな。ちょっと捕まえていこう。お前 A ランクだろ。だってさすがに仲間にしたいところだけど。え、こんなに行く？え、こいつ絶対 A ランク落ちしてるわ。てかそもそもエビラじゃない、エビラだよね絶対に。は？お前なんでそんなに落ちてんの？え？おい、 C ランクまで落ちんな、エビラ。期待したのに。まあいいや、もう一体。なんかシャーマンみたいなやつ。こいつ捕まえよう。まあさすがに 80% あれば成功するでしょ、OK。ランクは？ C ランクだね。まあステータスもそこそこっていう感じか。水着覚えてんのは大きいけど、まあそんなに使い道はないのかな。てか、男の子マジで多い。あれ？ここ、地下への道だったのか。ちょっとまずいのかな。まあ、とりあえず行ってみよう。まあ、すぐ戦いってことにはならないだろうと思って、高をくくってきたけども、なんだここは。もう何も行き先がないな。さすがに、ボス戦か？この感じ、ボス戦くせえな。回復もある。まあ、ちょっとさすがに一旦帰って、配合しよっか。まあ正直今のうちのパーティーでも勝てるような気はするけど、前回のゲモンとの戦いも割と苦戦してたんでね、その点がちょっと心配な部分があるんでね。ちょっと男の子多かったし、みやびから見てみてもいいか。なんかいいのいるといいんだけど。ああ、バブルキングとかもいるのか。まあみやびはね、今一応まあ戦闘もできるけど基本的には回復要員なんですよ。でバブルキングってで多分 MP 相当多いと思うんで、どれぐらい ?35 か初期の段階で。まあこっからね、さらに上がってったらもっと増えると思うから、バブルキングもありっちゃありかもね。まあ基本的にやっぱり配合先はメカボーグ、ウッパーソルジャー、アンドレアル、バブルキング、あとはギガミュータントとライオネックしかいない感じだね。どうしよっかな。ライオネックって MP どれぐらいあるんだろう。34か。バブルキングだと35になるのか。あー、ほとんど一緒だけど、こっからの伸び的には多分バブルキングの方が大きいんだろうな。まあちょっと他の進化先も見てみよっか。このサンシャイン池崎もまだ残ってるんで、こいつは何か進化できるかもしれないしな。でも池崎さんはやっぱり進化先はまあギガンテスとか、あとはまあ魔王の使いっていうところになってきそうな感じがするね。魔王の使い作ってまたさらにそいつを配合に使うみたいなのはありかもね。まあ今ね、この池崎さん別にスタメン入りはしてないから、そのスタンバイモンスターに入れておいて育てつつ、で後々の配合として役立てていくみたいな形を取るのもありかもしれない。でも結局ね、ここで魔王の使い作ったらバッファロンと合わせて指導っていう形になりそうな気はするけど、まあここでそもそもね、魔王の使いの女の子が生まれるかもわからないし、もう作っちゃおう。うん、でこいつがね、また配合素材として優秀に役立ってくれたらそれが一番嬉しいんで、作ろうと思います。でスキルについてはどうしようか正直何やってもみたいなところあるけど、賢さアップをあえて育てておくのもありな気はするな。多分まあ魔法主体のキャラクターも今後作っていくだろうから、賢さアップを上げておくみたいな形を取ってみても面白いかもしれないね、もしかしたら。でまあヒャド&ドルマと、あとはまあ、あとはでも何でも変わんねえな。多分振ることもないんで、まあ適当に妖術でもつけておきましょう。これで魔王の使い完成と。性別はどっちだろうか。ここ結構大事な性別ではあるんだけど、女の子だ。俺はちょっと作れと言われてるのかもしれないな。久々だな、マコ。まだちょっと一緒に冒険してくれよ。で、あとは、まあ、タッちゃんと誰かを配合しようかな。マコと、あ、でも、ならないわ、指導に。え、なんでだろう。あ、でもあの時もなんか一回配合をさらに加えないとならなかったっけ。多分マコをもう一回ぐらい配合しないとならないのかな、もしかしたら。それか配合表というか、なんて言うんだろう、
配合先が同じではないかっていう形だね。でまあ他に何かしら作れるやつがいるのかっていう話だけど、いやー本当にいないねマジで。明美はどうなんだろうか、誰か作れたりしないかな。いやダメだ、全然大して強い仲間を今配合できる状態にない。あんだけ仲間も増やしたけどまだ無理そうなんて、まあせいぜいできるとしてもルパソルジャーをバブルキングに変えるっていうことぐらいな気がするんで、まあちょっと一旦このパーティーのままボス戦行ってみるか。まあサブメンバーにね魔王の使いを入れてるから、この状態でボス戦クリアすればその経験値もね魔王の使いが吸ってくれて、また今後の配合に役立つとは思うんでね、まあこのまま行こうと思います。まあ配合はもうちょっと A ランクを増やさないとダメだろうね。じゃないとまあ今後 S ランクにっていう風にもなれないだろうけど、ちょっと待って何これ。あでもシャーロットいるわ。あれシャーロットだよね。あシャーロットだ。え、まあこんなとこ何してんの。危ねえよ。だよね。もう絶対来ると思った。ちょっと美味しそう。オセア飲んだよな。こいつってでももう S ランクだよね。ついに俺の敵は S ランクになったのか。ゲモンももう S ランクだったりしたのかな、もしかしたら。誰や、ワイの眠るの妨げる無礼なやつは。出たよ。キューキュー。ドラクエによくある関西弁キャラね。何おあれ、わいわいお前のことなんて知らんで。あ、何シャルロットはこいつを求めてきてたの。しつこいんじゃあっちゃいけ。え、あー危な、全然食らってない。あ、食らってるわ。え。俺強、何見とんねん。ゲソを切りまくってワイを起こしたのはお前やな。ゲソはすぐ入るからいいもんの。ワイの眠るを妨げたのは許せへん。自分のしてかしたこと地獄で後悔せや。まあそうなるよね、頭膨らみすぎだろ。よく考えたらこいつタコなのかイカなのかよくわかんねえな。頭膨らむのはタコだし、あの口もタコなんだけどイカなんだよな明らかにな。まあとりあえずはテンションやってくれたし、このままテンションかけつつスクルトかけて、まあ兜割りこの形でしょう。まあいつもの流れをやりながら相手が何をしてくるかっていうのを見ておきたいけど、こっちの方が素早さ早い。ただ1回しか動いてくれないか。水しぶき、何それ、痛すぎです。あでも1回行動か。まあとりあえずはテンションを続けつつスクルトもう1回かけて兜割り行きながら、条約層で回復してあげようかな。スクルトは二重掛け早めにしておきたい。多分通常攻撃もしてくるでしょ。でスクルトかけて、で AI3 回行動まで行ってくれたらベストだけど、カブト割りやって、シブロ下げろ、下がんねえか、もう一回行ってくれる、もう一回カブト割りしよう。ダメか、2回行動か。まあ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 2以上やってくれたらでかい。強者の余裕バカだこいつ。余裕ぶっこいてる場合か。テンションどんどん溜まってるぞこっちは。そしてたらウッパーソルジャーももう攻撃に参加してっていいね。このままカブト割りでバッファロンの攻撃が入る前に一旦守備力を下げておきたい。頼む下げろ、下がんねえか。もう一回動け、もう一回守備力ダウンをしてくれよ。いやでもまだチャンスあるか。猛毒斬り、痛いこともないな全然。スクールとか効いてるわ、しかも毒にもならない。でこのまま攻撃に行って全員攻撃でいいね、これ。こうでカブト割りもかけつつ、ウッパーソルジャーの素早さが早いな。56ダメージで兜割り、守備力下げろマジで。下がらんか、もう一回3回行動してくれてもいいよ。してくれてる、 OK ナイス。下げ、下げろ、下がんねえか。いやでもこれで消し飛ぶだろさすがに。ラッキーたち。圧倒的勝利、ゲモンの方が絶対強かったわ。いやなかなかうちのパーティー優秀だな。イカのくせに溺れてった、タコか。登るは海岸の主オセアーノを倒した。あいつなんか悪いことしたの、してなくね。あプレートまたゲットした、ちょっと変わったマンホールだね。案外余裕だったな海岸は。どうするシャーロット、なんで購入来たかったの。キューやっぱなんかオセアーノに助けを求めてたのかな。
ボボ来た。シャロットちゃん、見つけたわよ。こんなとこにいたのね。うわ早歩き。感動の再会。私とっても心配してるの。もう話さないんだから。大変だったんだよ。こいつなんか勝手に歩き出すから。あら、登るじゃない。またあなたに助けられたよね。そうですよ。これ、取っといて。ささやかだけど、私のお礼よ。マジ？登るは素早さの種を手に入れた。ありがとう。なんか、出る気突入した。さて、シャルロットちゃん、飛行船に戻りましょうね。何だったんだろう、シャルロットは。なんでここに来たかったんだ。なんかお世話のに用事ありそうな感じだったけどね。喋りかけてたみたいだし、お世話のもなんか知らんぞボゲーとか言ってたけど。え、ちょっと待って。あ、セブンスかと思ったらセブンスじゃないじゃん。なんで俺は幽霊が見れるの。勝ち上がれ GPO、 勝ち上がってくるんだ。え天からのお達しだ。まあ奥には宝箱もあるよね、もちろん。何が出るかな。オスの杖、ありがてえ。これはでかい。てなわけで飛行船に戻ってきたけど、誰もいなくね。というかあいついないじゃん。なんだったっけ、ザーボンじゃなくて名前忘れちゃったけど、あいつどこ行ったの。まあそしたら一旦やれることもなくなったんで、バトル GP でも進めるか。 D ランクぐらいから結構放置しちゃってたから、だいぶ進めれるようになるけど、のぼるさんが海外に行ってる間にここで情報を仕入れておきましょう。なんでもバトル GP のランク A をクリアすると商品以外に何かもらえるらしい。え、何それ。何がもらえんの。モンスターとかもらえたりしないかな。ちなみに俺今何ランク。レジス様に会ってきたようだな。我々のことを信用してもらえたかな。我々はある大いなる使命にのっとり、このバトル GP を行っている。今は語れないが、いずれその使命も知ることになるであろう。それではこれからもバトル GP を勝ち上がり続けてくれよな。んー、まあ別に信用しなかったわけではないけど、何なんだろうかね、その目標っていうのは。で、しばらくやってなかったけど、次は C ランクか。いや絶対余裕でしょこれぐらい。圧勝。これでまた新しいエリアが開放されるのかな。バトル GP C ランククリアだ。おめでとう、見事な戦いぶりだったぞ。クリアの商品としてこちらを授けよう。パルチザン、いらない気がするけど。よいぞ少年よ、確実に力をつけているな。その調子でバトル GP を勝ち上がれ。特に何も言われないと。じゃあこのままB ランクも行ってみよっか。さあ、てなわけで B ランク第1回戦、虎男とあいつなんだっけ、何牛だったっけ、暴れ牛鳥だ、そうだ、と虎男とアルミラージ。え、全然大したことなくない。これワンタンキルできるぞ。なんなら暴れ牛鳥やれないのか今の。痛い、ちょっと待って、モロバギリやばすぎ。バカなのかこいつは。バイキルトもかけてきてる。でも AI 2回コードとかは持ってないから、バイキルトさせても動かさなければどうってことはない。もう一回動け。ナイス。いやでもウパソルジャーの体力はこのまま突破したくはないけど、突破することになりそう。やりすぎ。ここで出さなくていいんだよ。ちょっとウパソルジャーの体力はまずい状況だけど。何こいつら。え。なんかちびっこいっぱいいたんだけど。プチット族、カンダタコブン、プチットガールズ。なんだこいつら、かわいい。カンダタコブンめっちゃかわいいじゃん。神田田懐かしい。とりあえずは命大事にしていきながら戦っていこうか。ポイムは自分にかけてもらって、まあ、ベホマラでもいっちゃいいけど、あでも36使うからダメか。カブト割りやってくる。それ下げられたらめんどくさいけど、爆裂剣。なんだこいつら、すげえ可愛らしい動きしてくるけど。ナイス、守備力下げで2回行動して、さらに3回行動もしてくれる。カブト割りを別のやつにやって、さらに守備力も下げていく。ダークマッシャー強いね、ちょっと。でもこれ真ん中の神田タやれるんじゃない。オッケー、ナイス。いやでもちょっと攻撃を分散させたかった気持ちはあるが、ここでまあウッパソルジャーのこう作戦をガンガン行こうぜに変えてやっていこう。んー、ベホマラ、お前そんなん覚えてんのか。ちょっとめんどくさいけど、まあまあまあこのタイミングでよかったと思っておこうかな。ビーストバナイス、これならどっちかはやりきれそうだね。わーってなると余計に回復されたのが痛いけど、2回行動しろ。 OK、 それやりきれたらでかい。 OK、 それだったら最後にこの一番左のやつをぶっ倒して先に進めるね。いやでもちょっとバッファロンの体力が削られてるのかな。まあそもそも体力が250ぐらいあるからいいんだけど、ヘルクラウドじゃない、雲の大王が来たか。フレームとブリザードで水蒸気が発生して雲ということ。どうしようかここ。まあやっぱそれじゃちょっと一旦命大事にで戦っていこうかな。
まあ先にぶっ倒した方がいいのかもしれないけど、光の波動ってなんだっけ。え、意味なくないそれ。自動 MP 回復持ってるの。煉獄切り、やばい、危ない。あ、ナイス、ベホマラ。そのベホマラ大きいね。全員回復できる。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。ナイス、ベホマラ。で、なんならここスクルトもかけたいけど、いや、ガンガン行こうぜでいいのかな。もしかしたらあんまり、そうだね、倒しきっちゃった方が安全な気がするんで、ガンガン行こうぜにまた戻して戦っていこう。あとはフレイムが何してくるかちょっと怖いけど、火炎の息やってくるか。まあ、で麻痺とかじゃなくてよかったな。麻痺とか引くとマジで事故るからね。火炎の息であれば普通にダメージだからね。カブト割りやって突破できるでしょ。 OK。 リクモの大王にもカブト割りをしてほしいが、あー1個当たんなかったか。まあ、でもこのままガンガン行こうぜで押していけば倒しきれるんじゃない。回復する必要はなさそうだと思うけど。天意魔法山、ちょっと待って、やばいか。あ、全然大丈夫だ。名前はいかついけど攻撃力は大したことないわ。ちょ、ビビらせんのやめてもらっていい。危ないわ。ウパソルジャーもちょっと体力100切ってたけど、まあ勝てたね。まあさすがに B ランクも余裕そう。てか A ランクまでいけるのかな、もしかしたら。バトル GP ランク B クリアだ、おめでとう。見事な戦いぶりだった。商品はゾンビキラーか。まあでもそれもいらないけど。ふっ、少年よ、ついにここまで来たか。次のランク A を勝ち上がれば新たな道をそなたに示してやろうではないか。なるほど、じゃあこのまま A ランクも行けってことだね。まあちょっと不安は残るけども、うちのパーティーももう A ランクいっぱいいるし、なんとかなるんじゃないかな。 A ランクもまあ事故さえなければ多分勝てるとは思うけどな。まずは1回戦誰が出てくるか。え、待って、こいつキラーマジンガ。しかもなんかちょっと待って、いきなりスクルトもやってきた。スカラか。あ、でもいきなりテンションもやってくれてる。ナイスナイス。あ、でもいきなりバイキルトは出なかったか。キラーマシーン2かこいつで、ブールとボールが脇を抱えていると。どうしようか、ここ。ウパソルジャーをサポート頼むぞに変えるかどうかっていうことなんだよね。どうするこれ。こいつはちょっと怖いよな。キラーマシーン2、火力どうなんだろう。スクルトをかけた方がいいのかどうかっていう話なんだよな。まあ、一旦サポート頼んでおこうかな、念のために。まあ MP もいっぱいあるし、あとの2人はガンガン行こうぜって戦っていく形でいいんじゃないかな。あ、でもそんなに火力高くはない。待って、マホトーンはやめて、マジでウパソルジャーだけ。うわ、もうマジそれはだるい。これは攻撃に切り替えてくれるのか。それならまあまだいいけど、とりあえず頭数を減らしていかないと。そっち狙うのか。カブト割りで守備力を下げておく。AI1 回行動しかしてくれない。なんか1体は倒してくれたけど、どうしよっか。これはまずい状況には変わりない。痛いし、なんか自動回復してるし、眩しい光。ちょっと待って、それ一番やだ。ナイス、オッケー、食らわない。待って、バイシオンも覚えてんのお前。いやでも2回行動だよね。そうだよね。だからブルを倒しきれば問題ない。なんでそこ空振るの。もう1回動け、もう1回動け。ナイス。え、そいつ狙うの。あ、倒しきれるのなら全然いい。お前何テンション貯めてんの。待て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 、ここ突破したくないけど、でもブルーの火力やばいからな。55、ちょっと待った、まあ、突破せざるを得ないな。まあしょうがない。まあほとんど食らっちゃってるから、この体力で突破したくはなかったけど、ちょっと1回戦でこれはまずいぞ。相手、うわー、やべえのいるけど、いきなりバイキルトかけてくれたが、いきなりバイキルトだからといって攻撃しに行きたい気持ちは抑えなければならない気がする。ここは命大事にしてベホマラーを撃ってもらおうか。ベホマラーじゃなくてもいいのか。ホイミになるかなこれ。ホイミだったらスクルトの方がいいのかな。爆弾岩もちょっとメガンテとか撃ってきそうで怖えよ。大丈夫か俺。ホイミもういい。ホイミでもとにかく自分の体力を戻して、魔法カンターは全然いい。しかもこいつ1回行動だよね。誰を狙う。爆弾岩ぶっ倒せ。うわー、ぶっ倒さないか。様子見てる。そうか、こいつらニヤニヤ笑ってたり様子見てたりするだけだもんな。なんでさっきからミスってんだお前。微妙に一発刺すのやめてくれ。3回行動してくれるのはありがとう。でこっから作戦、ウパソルジャーをサポート頼むぞに変えていこうかな。いやでもここ逆にちょっと休憩できるパターンなんじゃないのか。だとするとここで体勢を立て直してから3回戦に向かいたい気持ちはあるんで。ベホマラ全然構わない。
回復を済ませていきたい。であとは、あーそっち狙っちゃうか、バックダウン岩の方。まあ仕方ない、あとは何回行動してくれるかっていう話だね。バックダウン岩とりあえずそれで突破して、もう一回動け。動かなさそうな感じだね、これは仕方ない。そしたらもうこっからはウパソルジャーも加勢して、トラップボックスに動かれる前に倒しきりたいけど、188ダメージ。おい、バイキルト強すぎる。最初から攻撃参加するべきだったか。いやでもこの体力で突破できたんであればこれが一番いい。いやマジ3回戦これもういきなりバイキルト、ちょっマジででかい。それが来るかどうかにかかってた。いやそしたらもうこれはガンガン行こうぜで行くしかない。うわー、時々バイキルトだ。ターン使ってねえぞこいつ。とりあえず全体攻撃を食らわせつつ、左倒せるだろそれ。倒せねえのか。プロトキラー先動いてくれ、あいつより先動いてくれ、頼む。オッケー、ナイス。やりきれはしないだろうけど、守備力ダウンで、アルコングレットを倒せ、それ絶対やれる。オッケー、ナイス。でもう一回動け、ナイス、やりきれ。そいつもさすがに無理か、痛い。いやー19、まずいけど、これどうする。いやさすがに命大事にだな。うわーでも攻撃してリザードパーツ倒しきれればここで試合終了にできるんだけどな。いやでももうさすがにちょっと安定卓を取らざるを得ないわ。うん、で多分ブラックドラゴンももうあと一発死ぬと思うから。なんだそれ、あ終わってる、ありえんマジで。そうでしょ、こいつ何言ってんの、マジか。え、プロトキラー嘘だろ。いやマジか、アケミ。ここで死ぬ、うわーマジか。いや満身だったか。バトル GP ランク A クリアだ、おめでとう、見事な戦いぶりだったぞ。ゲモンであんだけ苦戦してたんだから、もっと育てておくべきだったってことか。ではランク A クリアの商品としてこちらを授けよう。奇跡のメイス、これ回復するやつじゃないの。ランク A クリア、ついにここまで来たか。人間よ、これを持っていけ。あ？鍵。なんこれ。登るは遺跡の鍵を手に入れた。次のランク S はその名の通りスペシャルな戦いだ。その鍵を使ってこの島にある遺跡に入り、そこで試練の証を手に入れてくるのだ。試練の証がなければランク S に挑戦できぬ決まりになっている。その力見させてもらおう。私を失望させないでくれよ。いやあけみマジか。いやここでプロトキラー抜けるのか。6回も配合してる、俺一番配合してるよ。だって攻撃アップも2まで育ててるし、なんなら2ももうカンスト仕掛けてたもんね。うわマジ、まだ達治もさ攻撃アップには振り切れてないでしょ。達治が80で明美が85だもん。やってしまった。というわけでね、飛行船に帰ってきたんですけれども、プロトキラーの明美がバトル GP A ランクにてくしくも敗れてしまいました。まあね、プロトキラーは2体目の配合ではあったんですけども、まあうちの今のいるメンツの中では一番配合を続けていてね、まあ、家系図を見ていただいても分かる通りね、まあ、ゴーレム と、夜の帝王からね、この清見が完成いたしまして、清見とメタッピーからまたプロトキラーになってっていう形を経由してね来たんですけども、ここでお別れとなってしまいました。うわ、ここまで育ってる仲間をなくすのはさすがに初めてだな。まあここまでねたくさんの配合を繰り返して、まあ一緒に戦ってきた明美なんですけれども、これにここでお別れになります。今までありがとう。明美は寂しそうに去っていった。
なんかもう戦力ダウンとかどうでもよくて、ただここまで旅をした仲間がいなくなることが辛い。いやもう切り替えていこう。この反省を生かして今後二度とこのようなことがないようにしっかりと、もう完膚なきまでに叩きのめすぐらいの勢いで配合をして強化してレベル上げして、ここから迫り来る敵を小伝板にしていこうと思います。いやマジでダメだなこれ、本当に慢心だわ、よくない。配合先がねあんまりいいのがいなかったっていうのを理由にあまり配合しなかった俺の完全なミスだから、もう二度とこれがないように。で転生の杖ももう手に入れたんだから、もしも配合先がねいないんであればどんどんね転生してもいい、それぐらいの思いでやっていかないとダメだ。だからこそもうウパソルジャーも、バッファロンも配合しよう。でまあウパソルジャーはねちょっと誰にするか考えてはいたんですけども、まあね、あの A ランクになれるやつはもういつものメンバーしかいなかったっていう部分もあるんで、今回はバブルキングを作ろうかなと思います。まあこいつはね回復役っていう部分が大きな役割になってくるんで、まあ回復をしながら自分の HP も高く MP も高く保てるこのバブルキングっていうモンスターに変えていこうかなと思います。で攻撃力アップも備えつつ、あと1個何するか、まあでもあと1個は振ることないだろうから、まあ兜割りが欲しかった時用のレッドファイターっていう形かな。これでいこう。いや本当にやっぱりどん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 配合しないとダメだ。難易度が明らかに上がってる。そしたらバブルキングの名前は玉代にします、よろしく。でたっちゃん、たっちゃんももう配合しよう、何かいいやつがいなければもうバッファローにするというかね、たっちゃんはまだね取っておきたいっていう部分があるんだよね正直バッファロンで。っていうのもまあ今後また遺跡っていうところにも行くことになるんだろうから、その遺跡でねまた新しいモンスターも出ると思うんだよ。そこで絶対にスカウトで役立てるバッファロンっていうのは大事になってくると思う。そしたらちょっとオクトセントリーと混ぜようかな。こいつ HP も高いし攻撃力も高いんで、まあそこがね一番バッファロンに求めてる部分ではあるんでね、この2人を混ぜてさらにバッファロンを作ろうかなと思います。まあ、とりあえずスキルは攻撃アップ2と1をつけながらの、あと1個何するか、封縁の剣技。まあでも1ももう波及しか触れてないからいらないような気もするけども、他につけるもんもないんだよね。っていうことを踏まえるであれば、封縁か風雷か。まあでもほぼ一緒だな、これ。まあそしたら封縁の剣技でいこうかな。この3つのスキル、まあ前と変わらないスキルでいこうと思います。まあ名前はもちろん達人のままで。行こうと思います。でまあ魔王の使いに関してはまだねレベルが上がっていないっていう部分があるんで配合はできないですけども、まあこの子もねゆくゆくは、レベルを上げて配合できたらなっていう風に思っております。ちょっとスキルもあまりにも悪すぎるから、もうちょっといいスキルを持ったやつと配合して攻撃アップが欲しいね。攻撃アップをつけたりとかしておきたいね。まあちょっとね悲しい展開にはなってしまったんですけども、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。まあ次回はね鍵、遺跡の鍵をもらったんで、まあ遺跡に行くんですけども、まあ次回までにバッファロン、魔王の使い、そしてバブルキング、この3体は転生の杖も使いながらステータスをね鍛え上げてこようかなと思うんでね、まあ次回の我がパーティーをお楽しみにしておいてください。でまあ配合はね転生しかしない予定ではあるんで、まあ、もしかしたら次回の初っ端にまたいきなり配合を始めて何かいいモンスターが作れたらなっていうところでもあるとは思うんですけども、まあ今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。ではねまた次回のドラクエジョーカー2プロフェッショナルでお会いいたしましょう。さよなら。